どうも、ガチロックンです。当サイトでは、以前、ハリスとか、モトスの、この、端糸の部分ですね。そこに、チチワを結ぶ。まあ、手作業なんですけれども、チチワを結ぶその結び方について紹介したんですけれども、今日はそのハリスチチワをですね、ちょっとした小道具を使って、結ぶ方法について紹介したいと思います。で、こう使う小道具なんですけど、台輪から出てる速攻八の字結びっていう、まあちょっとした便利グッズ的な、そういった釣り道具なんですけれども、どういったものかっていうと、ここにレバーがついてて、このレバーを実際にこう押すと先からこう鍵爪がこう飛び出してくると。ただこれだけのね機能を持った道具なんですけれども、実際これ使って乳輪結びしてやると非常に簡単に早くて、乳輪の大きさとかのね調整もしやすいということで、まあ、結構重宝される便利グッズになってます。で今日はね、これ使って実際にそのハリスチチワについてね、結んでみたいと思います。はい、それでは実際に結んでみましょう。で今日これ、今日というかまあいつもなんですけどね、ちょっとまあ見やすいように。ちょっと太めの、カラーライン用意しました。で、まあ、こっち針糸側で、こっちまあ、例えば針七輪だったら、針とかついてる方だとすると、針糸側これまず、折り返しますね。まあ、乳輪結ぶときに、8ノットで結ぶときには、これ、針糸側折り返して、ここで輪作ってやりますね。こんな感じでね。で、こいつ、こう、くるくるっと、回転してやって、ここ回転がこう、戻らないようにしながら、こいつね、この端糸の側の輪を、この、今回転させた ちょっとピントずれてるかな、ここに突っ込んでやると。ちょっとカメラ越しなんで、ね、いつもこう一発でうまいこといかないんですけど、組んでやって、でこれまあ引いていくとこんな感じにね、八の字結びなんで、これ今一中の八の字結びなんですけどね、こうできると。これまあ八の字結びができて乳輪ができると。まあ、この一中の場合はこれちょっと今乳輪大きいですけど、この乳輪の大きさも、まあ、調整はできるんですけどね。まあ、これ手でやるとなかなかね、まあ、めんどくさいというか、なかなかこう思ったようにうまくこういかないっていうのが結構まああったりして、まあ、これたくさん作るとなると、ね、結構めんどくさいんですけど。で、これ、実際にこの便利靴ですね。今度これ使ってやってみたいですけど、同じように折り返します。で、またここで輪作りますね。で、こいつ、結構ね、ここの輪とかね、ここ大きくしとかないと、手で結ぶときってね、こう中通らなかったりとかね、これ、くるくるすんのがね、うまいこといかなかったりするんですけどね、これ今回便利グッズ使うんで、
これここ通してやって、これでね、くるくると。これ二中ですけどね、今。二中の父輪で、で、ここでこれ出してやって、これ引っ掛けるんですね、ここ。で、これ引っ張ってやる。これ同じ状態ですね。で、この時にこれこっち側からこうグッと寄せてやると、外れちゃいましたけど。これで、もう完成という形で。こんな感じでね、まあ、サイズ的にもね、悪くない、こう、父輪ができましたね。非常に簡単で。で、これ、特徴としては、この端とね、捨てる部分って結構ね、短くて済むんですよね。なんで、コスト的にもまあ優しいという部分があったりします。で、この、父輪の大きさも、さっき言ったように手作業だとね、一中の場合だとコントロールできるんですけど、ここ、くるくるこう回すときに、この回す回数ね、これ、複数回、二周以上しちゃうとね、父輪の大きさ、コントロールできないんですよね。で、それが、まあ、こいつの場合だと、そもそも、もう一回やると、そもそもからして、作っとこうね、輪が、小さくて済むんですよね。もう、もっと小さくてもいい。もうこれくらいでね、これくらいでもね、できるんで。で、この状態で、ここ入れると。で、1、2、まあ、なんだったら3中、いっちゃって、で、これまたね、ここ、鍵爪出してやって、こう引っ掛けて、これ引き抜くだけなんでね。で、これ寄せてやると。で、まあ、最後ね、このまま引っ張ったら、これ、ここ、バネで戻ってるだけなんで、まあ、この、できた父輪にね、通してやって、ぐっとね、引っ張ってやったら。これでね、今、通常、まあ、2回ぐらい、1回でもできるんですけどね、これ、今、3回。三中入ってるんで、これ回数増えれば増えるほどね、結構強度増すんで。そういう意味では、これ手作業でやろうとするとね、実際にはもう三周回そうとすると、もう糸の張りでね、逆に戻っちゃって、まあ回せないというような状態になるんですけど、まあこれね、使うと簡単で、しかもこの父輪のね、サイズも、コントロールできると。こう捨てる分のね、端糸も短くて済むと。で、結構いいことづくめなんですね。はい。で、これ量産するようなね、まあ、投げ釣りとか、まあ、胴付き仕掛けでね、使うような時に非常にまあ重宝できる道具となっています。まあ目が悪い方とかね、手先ちょっとね自信ない方など、まあ管理人もね結構こう年いっちゃってきてるんで、だんだんこう目が悪くなってね、見えづらいっていうのはあるんですけど、まあそういった方でもねこれ使ってもらうと、非常に簡単にね、こう父輪作り、早くできるんじゃないかなと思います。じゃあ今日はこれで、まあ台輪の速攻八の字結びを使った、父輪のね、結び方の紹介終わりたいと思います。ちょっと追加でね、終わろうと思ったんですけど、
追加で、これ、今度ね、実際6号。これ、規格自体はね、M サイズで、0.3 号から2号という形になってるんですね。まあ、そもそも大体、渓流、アユ、ヘラ、等って書いてるんですけどね。まあ、そういった形の、細仕掛けに結構使われるようなもんなんですけれども、M サイズでこれで、S サイズだとね、もっと細いね、糸が対象になってるんです。で、実際にはまあ、太い糸でもいけますよということで、これ6号なんですけど、これでもね、一応ね、ちょっと、実演しておきたいと思います。まあ、こんな感じでね。同じように、こっちから、こっちから。二周で。かぎ爪出して、かけて、いくね。これも、父親の大きさね、今回も考えてないですけど。よいしょ。こんな感じにね。6号でもね、普通に、山中のね、8ノットでね、こう入りましたね。で、こんだけ太いやつでもね、普通に使えるっていう形で、まあ、糸の太さね、あんまり気にされることないのかなというふうに思います。じゃあ今度こそね、今日のね、速攻8の字結び使った、父親結びの方法の紹介終わりたいと思います。